パズルパレスは1998年に刊行されたダン・ブラウンのサスペンス小説。日本語版の発行は2006年。翻訳者は越前都市や熊谷市都市。アメリカ国家安全保障局が暗号解読のため開発したスーパーコンピュータトランスレーター。これによって暗号の解読が成功すれば一般国民のプライバシーの侵害及び 政府による弾圧につながるという懸念があったため、NSA は表向きには解読に失敗したと発表した。しかし、それは秘密裏に運用され、テロリストたちの電子メールの暗号を解くことで、数々のテロを未然に防いでいた。ある休日、暗号解読歌主任スーザン・フレッチャーは、突然 NSA に召集される。プライバシーの観点からトランスレートの運用をよく、 思わない元スタッフによって開発された解読不能の暗号化技術デジタルフォートレスが発表され暗号を解くパスキーがオークションにかけられたというのだもしトランスレータにかけても解読できないこの暗号化技術が世に広まればアメリカはテロを防ぐことが困難になる開発した遠征単価度はパスキーを協力者にも預けていたため実力行使に出ることもできない オークション中止の条件は、ただ一つ、トランスレータの存在を外部に発表することであった。説得を提案するスーザンであったが、開発者のタンカドがすでに心臓発作で死亡したこと、そして恋人のデイビッド・ベッカーが、パスキーを含むであろうタンカドの遺品を回収しに、旅立ったことを知らされる。スーザンは、協力者がタンカドの死を察する前に、その正体を突き止めなければならなかった。 ありがとうございます。